く行きなさいよ。まあここが浦和田の駐車場なんですけど、1泊300ペソ取るんですよね。本当にこいつら闇の商売をしてますから。まあ通天閣じゃないですけど、ションベン臭い、ションベン臭い。それよいしょ、はい、フィリピンのバタンガスのコートはこんな感じ。やっぱり休みの日はここのね駐車場がいっぱいになるよね。でポーターもね、下手に荷物渡したらここまで運んでまた別のポーターにまた二重取りされるんでね、できるだけ自分で運べるように荷物は段取りしないとダメです。本当にここのポーターはええ加減やから。Welcome to your modern バタンガスポーター。ターミナルは綺麗でもね、ここがカラパンのモンテネグロで油で色具もあって、でここがね通り抜け、今まで封鎖してた向こうにできたんですよ。これこれでだからモンテネグロのチケットこっちやね。前はここのセブンイレブンちゃうわ、ファミリーマートまでここで壁がありましたけど、その向こうを突き抜けてますね。今までここまでやってた、ここの壁がなくなってこっちだそうです。うわあ、いろいろと、まあここもコロコロ変わるんで、あ、こっちはほんまにプエルトガレラあります。モンテネグロプエルトガレラ、ここですね。モンテネグロとこっちアイランドウォーター、あ、ガレリアもこっちにもできてるもんね。なるほど。向こうでチケット買ってね、ターミナルフィーまたこっち戻ってきて、ターミナルフィーのこっちの左端に映ってますからね、ここに映ってるんで、ここで買っててここから乗るとこういうことですね。ということで、ゲート3から乗ってモンテネグロね、コールかかりますんで、まあこんな感じで普通に行けますと。まあターミナルもこうやって変わるから、ターミナルじゃないチケットコーナーも変わるからね、常時こう情報更新していかないと、同じイメージで来てたらねまた迷いますからね、時間なかったらね。休みの日の今日はレイバーで、休みの日みんな行ってますね。メグロ、あ、ソリー、よいしょよいしょ、こっちやね。今日はこんなとこや、16アラマ。これやったらまあいいけど、よいしょ。あ、これで書いてあるわ。あ、これ三菱の下関で建造されて清水さんですね、それが売られてきてる。なるほどなるほど。着きました。わ、ここもまたこんな風に変わってる。ものすごい日差し。いや、こらマニアよりも日差しは強いかもしれません。みんなも顔隠してますよ、みんな顔隠してます。さあさあ、プエルトガレラはまた変わったところがあるでしょうかね、チェックしましょう。店が出だしてる、無理江前に。ああ、道が綺麗になってます。前だからやってたね、アスファルトの道路舗装が綺麗に、あの、やってますね。こうやっていろいろ、もうマニラの高速道路からいろいろな変化が見て取れますね。すごい
いですよ、特別これ。これ。特別オーダー、あのムリエ前のイタリアンから取り寄せました、このクワトロチーズピザ。食べたがる。今日はこんな感じで、今日はこんな感じで、すごいです。すごいですよ。これ特別なコロッケ。中にチーズ入りの、タマリンドで食べたら4個で、6個で。6個で400ペソが。オリエントパールなら安く美味しく食べれます。いやもっと高い。6個で。マサラバタラディストゲダ。停電になりました。お勤めご苦労さんです。お勤めご苦労さんが取れない。あ、お勤めご苦労さんですよ。こちらもお勤めご苦労さんです。あ、この辺が変わって、あ、ここはまた開いた。こちらね、ノンスモーキング。こっちがスモーキングいう感じ。素晴らしいですね。素晴らしい。4品しか頼んでませんけど、こんだけすでに出てきますという。そう、これ。一番初完売です。はい、どうも。乾杯。これがうまい。これ三餃子ぐらい三餃子。水餃子すごい。あ、そう中華。メインの港のあるバラテロ港前のフィエスタに来てます。フィリピンのフィエスタ、お祭りとはどんなんなんでしょうね。見てみましょう。飲み物屋さん、服屋さん、こんなんがいくらで売ってるんでしょうね。百屋、こんなんかな。スリッパ屋さん、おお、数々のおもちゃ屋さん、サングラー、携帯屋さん、ジュース、お菓子、グッズを改造したアイスクリーム屋さん、そしてここには夜になった動き出すと思うんですけど、遊園地。わあ、これ相変わらず落ちそうなやつですね。めっちゃ早回るやつでしょ、これ。めっちゃ早回るやつ。こっちはボールで、なるほどなるほど。はい、ここもなんかジョリビーがいっぱいの、こんなん乗る人おる、多分子供が乗るんかな。これいくら？2個で180、150、安いね。2個で150とか。それがやっぱり実質のフィリピンの価格なんでしょうね。我々1枚300、400で買ってますけど、実際はもっと安い。これも100ペソ。時計、カバン、あ、シューズもあります。お、ルイヴィトンのスリッパもあります。おー、レイニン。まあ簡単なフィリピンのフィエスタのご紹介。ここはこんな、あ、ソックスから、カバンから、はい、ということでバラテロ前からでした。はい、そこがオリエントパールでね、すぐ向かいにこれ安いね、あのフィリピン料理屋さんができて、すごい人気なんですよ。夜遅くまでやってて、ちょっとここ寄ってみます。なんか100ペソでいろいろついてて、100ペソで安くうまく食えるいうことで、まあ晩飯があるんで食べれないね。ちょっと飲み物ね、飲んでみたいと思います。ここでこういうアイスクリームもあって、あー、バーベキューもありますと。あ、ブコジュースあそこあるんじゃない。あそこブコあるんで、見ながら、森を見ながら、ここでいいんじゃない。どこ安い、なんかもう120、100とかで安い食べ物。ハルハル頼みました。ブコハルハル150、ハルハルだったら80。じゃあ何するかなということで、ここでレキシーラララ、何の様子はこんな感じ。ここが、最近できた人気店ということです。はい、ブコハルハル来ました。すごいな、俺が腹いっぱいになるで、晩飯。ハローハローして、こんな感じ。ホテル出たすぐそこにこれ、ちょっとデザートを求めていいんじゃないですか。
まあハロハロです、美味しい。はい、ということで、なんか聞いた6月の8日にオープンしたてやから、まだ1週間経ってないんかな。で、24時間営業だそうです。安いフィリピン料理のお店が24時間営業で、なんとね、オリエントパールの目の前にできたいうので、これは宴会もここでできるんちゃいますか。あーっていうことで、どんどん変わっていってますね。ビールもあるんで、飲み足りない時はここもありますね。はい、いきなりステーキも負けるかもしれないハンバーグ、ムディエマイタリアレストラン。はい、今日もこの野菜満点のスープ、これが取り寄せたチーズとハムのプラッター、これがうまいね。これもこれパンもあり、ソースはいきなりステーキのソース、こんな感じの。今日はもう大、またまた大宴会。ああ、ここにもこんな建物が、サバンの端っこに。いつもの間にこんな巨大な、こっちアジアダイバーのね、ここ、これも変わっている。こちらは特に変化なしと。